今いるのは外のフードガーデンというエリアなんですが、こちらでは牛タンやそばやうどんなどを楽しむことができます。今回私がご紹介するのは今年3月にオープンしたばかりのベビーカステラの専門店、はい、ルピナスです。ところで皆さんルピナスの意味ご存知ですか？実はルピナスというのはこの花のことなんです。綺麗ですよね。でその花言葉がいつもここにある幸せ。ああ、いいですね。なんだかとても素敵です。大久保さん好きそう。こんにちは。こんにちは。今日お世話になります、はい、店長の鹿俣さんです。よろしくお願いします。いつもここにあると幸せになる、はい、あるスイーツお願いします。はい、お待たせしました。ありがとうございます。出来たてのベビーカステラ早速いただきたいと思います。席に着きましてと。実はこちらのイラストも店長の鹿俣さんがデザインされたそうです。可愛らしいですよね。早速中を見てみましょう。ベビーカステラがたくさん詰まっています。とっても美味しそう。ではいただきます。パクパクいけちゃうんですよね。温かくてフォフォしています。うん、あ、一口で。うん、甘くてとっても美味しいです。とってもいいサイズなので何個もバクバクといけちゃいそうですね。美味しいです。実はこちらのルピナスのベビーカステラには秘密が隠されているんですよね。秘密その1、お願いします。はい、実はルピナスのベビーカステラには野菜が練り込まれております。そうなんです。ではここでクイズです。どんな野菜が練り込まれているんでしょうか？ヒントはこのベビーカステラの色です。色、日野さんお答えください。うわ、どうしよう、2択。そうです。2つ言っていい？人参かかぼちゃ。はい、おお、さすが日野さん。実は後者のかぼちゃです。あ、かぼちゃ正解でした。はい、この甘さは本当に自然の甘さなんですね。はい、はい、そうなんです。とっても美味しいです。そしてこのトッピングも充実しているんですよね。なんとクリームやハニークリーム、チョコクリームやアンクリームなどがあります。今回は日本松市で採れた蜂蜜を使用したハニークリームをご用意いただきました。はい、ありがとうございます。わ、クリームがたっぷり乗っていますね。では今度はフォークでいただきます。なんかまた新しいスイーツのような感じがしますね。わ、ふわふわ。ではたっぷりクリームをつけてと。いただきます。はい、たっぷりつけて。うん、おいしそう。ベビーカステラの優しい甘さとクリームと蜂蜜の甘さが合わさってもう口の中が幸せでいっぱいです。とっても美味しいです。そして何より冷めても美味しいんですよね。この秘密お願いします。はい、生地に野菜が使われておりますので下処理を丁寧に行っております。はい、下処理を丁寧に行っているということで、その秘密を探るためにある施設に行ってきました。伊達市保原町にある障害福祉サービスモンステラ。障害のある方が自立した生活を送るための訓練や単純作業などの就労訓練を行うことができる福祉施設です。広い厨房ではお弁当作りやカステラの生地の下処理を行っていて、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができます。私たちと一緒にたくさん笑いながら明日が待ち遠しいという気持ちを持っていただいて、まずは食を通して広く社会参加をしたいと考えております。この活動を皆さんに広く知っていただくことで少しでも福祉に興味を持っていただけたらと考えております。たくさんの方の愛情が詰まっているからこんな美味しいカステラができているんですね。そしてベビーカステラだけではないんです。ドリンクメニューも充実しています。わー、何こう美しいですね。今日は一番人気のルピナスティーをご用意いただきました。冒頭でも説明しました、ルピナス、まるでそっくりですね。美しいです。ではしっかりと混ぜていただきます。うん、
します。中には桃の果肉が入っているのでとっても甘くて美味しいです。こちらの店舗では午前10時から午後の5時半まで営業しています。定休日は火曜日です。皆さんも愛情がたっぷり詰まったベビーカステラとドリンクを味わってみてはいかがでしょうか。以上、中継でした。はい、